といいので、朝の登録します。これもですね、こっちのボタンですと、こちらの黄色のホームの設定というところを押すか、このまた音声ボタンで、黄色ボタンを押してもらうと、この黄色ボタンが立ち上がってホームの設定になります。そこでホームの名前の編集はこちらでしたりとか、アプリの表示設定を変えたりとか、これでですね、アプリの表示、ここら辺のアプリを変えたりとか、と壁紙の変更もすることができるんですけれども、先ほど言っていた顔認識のデータの登録と削除というところに行っていただきまして、後ろをカチッとしていただくと、このような画面で画面が出てきます。ここに顔認識データの登録というところでカチッとしていただくと、確認されますか？私は。で、ここでですね、いきますね。皆さん上見ててくださいね。パチッと出まして、顔をこういうふうに認識します。で、撮影するってところをやりますと、たくさんこっち見てください。これです。はい。するとですね、今、このように出ます。今、結構いろんな顔を認識したんですけども、どれにしますかというふうに、出てきますので、自分の登録したいものを入れます。そうしますと、この朝のホームに登録したお顔になりますので、これから徳力さんがマイホームと言っていただくと、この朝のホームにすぐに行くという仕組みになってます。ちょっと一回試しに、テレビの本から。はい。それで。マイホーム。後ろクリックしてください。後ろクリック。で、このように乗ることができます。いやー、僕がドキドキします。